モンゴル系民族東族東族は中国のモンゴル系少数民族。日本語ではトゥー族とも表記する。中国政府が認定する民族である。人口の大半は青海省、甘粛省全般に居住している。人口は中国政府が2000年に行った国勢調査で約 24.1 万人。トゥ族の言語は文字をもなかったが1979年から中国語のピンイン文字を元にしたラテン文字による標音文字化を進めている。また、トゥ族の約 85% はモンゴル系の言語であるモングオル語を使用している。その他には中国語、チベット語などを使用している。祖先は7世紀初めから9世紀中頃にチベットで栄えた統一国家のトバに滅ぼされた鮮卑母養部の一派と翼根と伝えられており、モンゴル族、漢族と共に、清王朝時代にかけて、東族が形成されたと伝えられている。トゥ族は古来モンゴルに居住していた民族である。しかし1227年に、チンギス・カン率いるモンゴル帝国が、中国西北部に栄えた成華王朝を征服し、モンゴル帝国領地となった、現在の青海省、甘粛省に居住するようになった。また、モンゴル族と識別するために、ザハンモーコジと自称した。その後トゥ族の人口が減少傾向になり、人口が2万人以下に達したが、1949年の中華人民共和国建国時に、中国政府による漢民族以外の民族に対する民族、識別工作政策を実行したために、人口は急速に増加した。モンゴルとほぼ一貫した習慣がある。チベット仏教を信仰している。その他には道教などを信仰している。仏教寺院や神社のほとんどの僧侶はシャーマンである。ありがとうございます。